まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きだけど、もし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。アホか、あげるわけねえだろ。ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど、あれってどういう意味？死んだからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。生死は飛び越える？それでしたらあの空席は？私たちは15人なのになぜ席が16個もあるのですか？深い意味はないよ。最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。さてと、前置きはこれぐらいにしてそろそろ始めようか。まずは事件のまとめからだね。じゃあ議論を開始してください。断言しよう。殺されたのは舞園さやかだ。そんなん分かってんだ。殺人が起きたのは苗木の部屋だったんだ。そのシャワールームだったよね。きっと舞園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われ抵抗する間もなく殺された。それは違う。ちょっと待って、藤崎さん。僕の部屋の状況を思い出してみてよ。あの部屋の状況からすると、争いは間違いなくあったはずだよ。争いって、誰と誰の？もちろん、前園さんと犯人だよ。じゃあ、前園さんは、シャワールームにいたところをいきなり襲われたわけじゃなくて。おそらく、最初に部屋で襲われ、その後、シャワールームに逃げ込んだところで追ってきた犯人に殺されてしまったのでしょう。現場を見ればすぐにわかることだ。わざわざ説明するまでもない。ごめんなさい。じゃあ続きを始めっか。では次は凶器の話だな。なんだかそれっぽくなってきましたな。舞園さやかを殺した凶器とは何だったのだ。舞園君の腹部に刺さっていた刃物。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺した。それは違う。いや、あの刃物はナイフなんかじゃなくて厨房の包丁だったはずだよ。あ？包丁だ。厨房にあった包丁が事件後に1本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になったということか。ああ、確かにそうかもしんねえな。あの女の腹に刺さってた刃物をよく見ると包丁だな。これ凶器が包丁っつうのは分かったけどさ、だからどうしたっての？
つうかさ、結局のところ苗木が犯人なんだろ。そうよ、現場は苗木の部屋だったのよ。これ以上の根拠はないじゃない。ちょっと待ってよ、僕は。その結論は議論を進めた後で出しましょう。でないと学級裁判の意味がないわ。けどこれ以上話し合ったってどうせ結論は変わんねって。いい、そんなことないわ。議論を続ければきっと突破口は見えてくる。あ、突破口って？確かに凶器は包丁みてえだけどさ、それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ。食堂に誰もいない時にこっそり。それは違う。待って、厨房から包丁を持ち出したのは僕じゃないんだ。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。じゃあ証人がいるとしたら、ねえ朝比奈さん。え、だって朝比奈さんは言ってたよね。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間に亡くなったんだよね。うん、そうだよ。その間僕は食堂に来た。来なかったと思う。思う？うん、苗木は来なかったよ、絶対に。校長は朝比奈さんが食堂にいる間に亡くなった。だけどその間僕は食堂には行ってない。つまり僕に包丁を持ち出せたはずがないんだ。だったらこういう可能性はどう？そこの水谷バカと苗木誠は共犯関係にあって嘘の証言をしているとか。水谷バカ？っていうかなんで私が共犯者なの？ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか？では答えましょう。殺人の際、共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒い一名のみです。つまりいくら殺人を手伝ったところで共犯者は得しないのね。じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。でも犯人がそのルールを知らなかっただけなのかもしれないし。あー、めんどくさいな。もうないない、今回の事件に共犯者はいないんだよ。あ、言ってしまった。とにかく僕は食堂には行ってないし、包丁なんて持ち出してないんだよ。だから僕は犯人なんかじゃないんだ。だったら包丁を持ち出したのって誰なのかな？食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。違う、私じゃないって。それを証明する人物はいるのですかな？我だ。昨日の夜食堂で紅茶を飲んでた時、私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ。念のために聞いとくけど、さくらちゃんって我だですよね。じゃあ朝比奈っちとオーガのどっちかがこっそり包丁を持ち出したんじゃねえのか？ううん、それはありえないよ。だってそのあんたよ。昨晩我は朝比奈の部屋に泊まったのだ。変な映像を見せられたせいで怖くなっちゃってさ、さくらちゃんに無理言って泊まってもらったんだ。だからそもそも私たちにはアリバイがあるんだって。泊まったって拘束違反じゃない？個室以外で寝ることは禁止されてたけど、
他人の個室で寝ることまでは禁止されてなかったから、だから問題ないってことなんじゃないかな。問題ならある、不健全ではないか。男女が一つの部屋に泊まるなど。我は女だが。失礼した。ですが、食堂にいたあなた方でもないとなると、もう他の可能性は。いや、まだ可能性はあるはずだ。そうだろう、朝日奈。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。なぜそれを先に言わん。だってもうここにいない人だから。前園さやかちゃん、食堂に来たのは殺された彼女だよ。これだ。じゃあ包丁を持ち出したのも前園さん。そうとしか考えられまい。それに今になって考えてみれば、あいつの言動は何か妙だった。食堂に来るなり、あいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時に。では包丁を持ち出したのは被害者である前園くん自身だったのか。人、ご信用にしようぞ。つまり前園は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ、それで殺されたんだな。では包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。ほら見なさい、やっぱり苗木が犯人なんじゃない。だから違うんだって。そうやって議論をねじ曲げ、一度を間違った方へと誘導してるのか。うんうんうん、恐ろしいスキルの持ち主よ。待って、苗木くんを犯人だと決めつけるのはまだ早いんじゃないかしら。今回の犯人は部屋の持ち主ではありえない行動をとっていた。その行動の謎を解明しない限り、彼が犯人だとは言い切れないはずよ。ありえない行動？なんだそりゃ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。苗木くん、ここまで言えばわかるわね。が一本も落ちてなかったんだ。犯人が証拠隠滅したってこと？でもさ、もし僕が犯人だとしたら、どうして自分の部屋の髪の毛をそこまで徹底的に掃除する必要があるの？だって自分の部屋に自分の髪の毛が落ちてても何もおかしくないはずだよ。前園さんが部屋を訪れたという痕跡を消すために部屋中の髪の毛を掃除した。そうは考えられませんか？彼女の痕跡を消すのが目的なら、髪の毛よりも死体そのものを何とかするはずよ。まあ、一理ありますな。だったらどうして髪の毛が落ちてなかったんだよ。もちろん犯人が掃除したからだ。自分がその部屋を訪れたという痕跡を消すためにね。ってことは、そう、犯人が部屋の持ち主だとは考えられないのよ。じゃあ苗木くんは犯人じゃない？
だがそんな大事なことをたかが髪の毛だけで決めていいのか。いいえ、雷儀くんが犯人じゃないって根拠は他にもあるわよ。聞かせてもらおうか。現場となったシャワールーム周辺の状況をよく思い出してみて。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのよね。犯人はその後を追ってシャワールームに入った。そこであの女を刺し殺したんだ。その時犯人はすんなりとシャワールームに入れたのかしら。どういう意味ですか。犯人はシャワールームに入る際かなり手こずったんじゃないかしら。その証拠だってはっきりと残っていたはずよ。雷儀くん覚えているでしょう。これだ。犯人が手こずった証拠ってシャワールームのドアノブのことだよね。ドアノブがどうしたんだべ。壊されてたんだよ。僕の部屋のシャワールームのドアノブがさ、ほら上の部分のネジが外れてドアノブが取れかかってるでしょ。本当だ。でもどうしてドアノブなんかが。犯人がシャワールームの鍵を壊そうとしてドアノブごと外したのよ。これが雷儀くんが犯人と考えられない根拠。もう一つの部屋の持ち主ではありえない行動よ。自分の部屋のドアを壊すはずねえってか。でも壊すしかねえんだったら壊すだろ。ありえねえってほどじゃねえだろ。そう、まだわからないのね。だったらもう一度事件の流れを振り返ってみましょうか。そうすればきっとわかるはずよ。事件は雷儀くんの個室で起きた。舞園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだ。犯人はその後を追ってシャワールームに入ったんだろうな。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。シャワールームには鍵がかかってたからな。それは違う。僕の部屋のシャワールームが開かなかったのは鍵のせいじゃないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのって女性の部屋だけだったはずでしょ。そういえばそうだった。じゃあ雷儀くんの部屋のシャワールームはどうして開かなかったの。ドアの立て付けのせいなんだ。は？ドアの立て付け。僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪かったんだ。それはそこのモノクマが証人だよ。その通りでございます。でも超高校級の幸運であるはずの雷儀くんの部屋だけ立て付けが悪いなんて、ふっぷぷぷ、全然幸運じゃないし。シャワールームのドアが開かなかったのは立て付けのせいだった。でも犯人はそれを鍵のせいだと勘違いした。だからこそドアノブごと鍵を壊そうとしたのよ。ですが犯人はどうして鍵がかかっているなんて勘違いをしたのでしょう。男子の部屋のシャワールームに鍵がかからないことは私たちの全員が知っているはずですけど。犯人がそう勘違いしたのは現場に関する重要なことを知らなかったせいよ。これだ。犯人は
現場が僕の部屋だってこと知らなかったのかも。犯人が現場を知らないなんて前代未聞ですぞ。でも当たってるわ。なのだけどもう少し正確に言えば、犯人が知らなかったのは苗木くんと舞園さんが部屋を交換していた事実。そのせいで犯人は勘違いしてしまったのよ。舞園さんがいた部屋を彼女の部屋だとね。だからシャワールームには鍵があると思い込み、鍵を壊しにかかったのだな。それが無意味な行動とも知らずにか。最終的には力ずくで開けたのか、ひょんなことから開いたのかはわからないけど、犯人は相当混乱したはずよ。結局ドアが開いた理由もわからずじまいでしょうし。何にせよ実に回りくどい行動だ。ありもしないドアの鍵を壊そうとするとはな。ドアが開かない理由を知っていた僕ならそんなことするはずないよね。確かにそうかもしれんな。じゃあ犯人って部屋の交換を知らなかった人なの？凪は当てはまらないじゃない。だったら犯人は誰だっつんだ？すまんが拙者はお手上げでござる。このまま犯人が決まらなかったらどうなるの？よし、とりあえず多数決で決めよう。とりあえずでいいんだ。つうかこの状況ってヤバくねえか？リアルな話、誰か何とかしてくんねえと。どんな些細なことでも構いませんわ。どなたか疑問に感じていることはないのですか？あ、疑問ならあるよ。あなたですか？なんで残念そうなの？朝日奈くん、いいから話したまえ。あ、そうそう、あのね、そもそも犯人はどうやって苗木の部屋に入ったのかなって思ってさ。なるほど、犯人が現場に入った方法か。苗園が部屋の鍵を落として、それを犯人が拾ったんだろ。そんなに都合よく落とすとは思えんが。じゃあピッキングとか？いや、鍵にはピッキング防止加工があったはずだ。ではお答えしましょう。犯人はもっと簡単に入ったのであります。つまり来訪者のふりをしてやってきた犯人を舞園さん自らが招き入れたのです。いや、それはないよ。ほう、随分と身の程知らずがいたもんですな。この僕に反論するとはね。もしもし、どうしてないって言い切れるんですか？だって舞園さんは怯えていたんだよ。だからこそ僕に部屋の交換を頼んだんだ。そう言っていた彼女が自分から鍵を開けたとは考えられないよ。彼女が怯えていたこと自体が嘘だったとしたら。え、何言ってんだよ。どうして彼女がそんな嘘を？苗木くんにとっては考えたくない可能性でしょうけど、これを見てもまだそう言える？ある場所に置いてあったメモ帳の一番上のページを鉛筆でこすってみたら、こんな字が浮かび上がった。ドラマで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆でこすって浮かび上がらせるんだよね。それを見た時に思ったもん。メモに字を書く時はメモ帳から破った後で書かないとって。古い手法だけど意外と古典も役に立つものね。ちなみにこのメモ帳が置いてあったのは苗木くんの部屋のデスクの上よ。つまりこのメモを受験前に残せたのは苗木くんの部屋に入ったことのある人物。部屋の持ち主である苗木か、昨晩だけ部屋を交換していたという舞園。苗木くん、これはあなたが書いたものかしら？いや、違うけど。そうでしょうね。このメモには舞園と読めるサインが書いてあったみたいです。でもどうして彼女がそんなメモを？彼女は
ある人物を呼び出そうとしていた。そこでこのメモを使ったんじゃないかしら。このメモを部屋のドアの隙間から入れることで、その人物をこっそり呼び出そうとしたのに。超高校級のアイドルにそんな風に誘われたい日には大事ならイチコロですが。僕は二次元限定なんで関係ありませんがね。ですが、そのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。存在するとしても、その人物が事件に関係しているとは思えませんわ。どうして聞いていただけますか。ではお話しして差し上げましょう。前園さんと苗木くんは部屋を交換していたのですよね。ですが、そのメモの呼び出し先には私の部屋とありますわよ。そっか、そのメモで呼び出されたらその人は前園さんの部屋に行っちゃうんだ。苗木くんがいた前園さんの部屋。それは違う。僕の部屋と前園さんの部屋はネームプレートが交換されてたんだよ。ネームプレートが。そう、部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木くんがいた前園さんの部屋は苗木誠のネームプレートみたい。前園さんがいた苗木くんの部屋は前園さやかのネームプレートになっていたの。つまり前園さやかのネームプレートの部屋には本当に前園がいたということか。じゃあそのメモの通りに行動しても前園さんがいる苗木くんの部屋には行けたんだね。しかも二人の部屋は隣同士。ネームプレートを入れ替えるのはうってつけだった。じゃあそれをやったのは誰なのかしらね。もちろん苗木くんじゃないのよね。そんじゃ誰がやったっつんだよ。これだ。そもそも部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。だからネームプレートの交換ができたのは僕以外には前園さんしかいないはずだよ。そのことは彼女が残したメモの文面からも推測できるわね。彼女は呼び出した人物に対して部屋のネームプレートを確認しろと言っている。ネームプレートの入れ替えを知っていなければ書けない言葉よ。でもどうして前園さんはネームプレートの交換なんかをしたの。苗木くんとの部屋の交換を隠した上で自分のいる部屋に人を呼びたかったからよ。部屋の交換を隠した上で人を呼ぶって、そんなことして何の意味があんの。それについて知るためには、彼女がその人物を部屋に招き入れた後、そこで何が起きたのかを知る必要があるわ。答えはそこにあるはずだから。その後に起きたことか。おそらく前園くんに呼び出された人物がそこで彼女に襲いかかり、なんと犯人が判明してしまったぞ。呼び出された人物が犯人なのだ。そいつが誰かが問題なんだろうが。あの部屋では最初に前園さんと犯人の争いがあったのですよね。もしやそこでの争いの中に先ほどの問いの答えがあるのではないですか。ええ、その通りよ。じゃあそこでどんな争いがあったのかをはっきりさせればいいんだね。そういえばあの現場には模擬刀が落ちていたが、あれはそこでの争いに使われたものではないのか。そういやあれって何なんだ。前園さんに勧められて僕が護身用に持って帰ったものなんだけど、きっと犯人はあの模擬刀で前園さんの右手首を骨折させたんだよ。前園の骨折が模擬刀のせいって、なんでそんなことがわかんの。これだ。それは骨折した前園さんの右手首を見ればわかるはずだよ。
右手首の腫れている部分に何かキラキラしたものがついてたでしょ。もしかして金箔？あの模擬刀の金箔だよ。あの金箔って少し触っただけでもすぐ手についちゃうんだけど、それが舞園さんの手首についてたってことはさ。そうか、そこに模擬刀の打撃を受けたからだな。なるほどなるほど、真相に近づいてきた気がしますな。よっしゃ、じゃあ一気に謎を解くべ。あの部屋で起きたことの一部始終を解明してやるって。争いが始まった際に犯人の模擬刀を手にしたんだ。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。模擬刀の先制攻撃。それは違う。いや、最初に模擬刀の一撃があったとは考えられないんじゃないかな。え？なんでだ？模擬刀の鞘にある傷だよ。ほら、刃物で切りつけられたみたいな傷があるでしょ。刃物って包丁だよね。現場にあった刃物って包丁だけだし。幻想ゲームしてんじゃねえぞ。もっとわかりやすく説明しろや。最初に模擬刀の攻撃があったとすると、鞘に包丁の傷があったことの説明がつかないんだよ。だって模擬刀で襲いかかるなら刀を鞘から抜くはずだよね。鞘をつけたままなんと重くて邪魔なだけだし、威力も半減だろうからな。いや、どうして鞘に傷が？例えば、いきなり包丁で襲われ、とっさの防御として模擬刀で受けたとしたら、刀を鞘から抜く暇なんてないのね。つまり、最初に模擬刀が使われたのは、包丁の攻撃に対する防御のためだ。ということは、先に襲いかかったのは、包丁を持った人物だったのですな。わかったぞ。ではこういうことだな。犯人はあの部屋を訪れた直後、そこに隠してあった包丁を見つけ、その包丁でいきなり舞園くんに襲いかかったのだ。そこで彼女はとっさに模擬刀で応戦したが、その模擬刀すらも奪い取られてしまい、そして模擬刀の一撃で骨折させられた後、とどめに包丁で。いいえ、模擬刀で応戦したのが舞園さんだから考えられないよ。はぁ、なんで考えられねえんだよ。舞園さんは模擬刀を手にしていない。それは彼女の体のある部分を見ればわかるはずよ。これだ。それって舞園さんの手のひらだよね。彼女の手のひらって綺麗なままだったし、模擬刀を手にしたとは思えないよね。どうして手のひらを見ただけでそんなことがわかるの？さっきも言ったけど、あの模擬刀の金箔ってちょっと触っただけでもすぐ手についちゃうんだよ。実際模擬刀の柄の部分は塗装がかなり剥がれていたでしょ。きっとあの模擬刀を使った人の手に金箔がついちゃったせいだ。だからもし舞園さんが模擬刀を使ってたなら、彼女の手が綺麗なままなのはおかしいんだ。シャワールームに逃げ込んだ時に洗い流したのかもしれないじゃない。いや、それはないよ。どうして言い切れるのよ。私がブスだから。いや、そうじゃなくて、これだ。
モノクマファイルによると、前園さんの死亡時刻は午前1時半頃だったはずだよ。つまり夜時間。シャワールームの水は出ないはずでしょ。知らなかったわ。シャワーなんて一度も浴びたことないし。あんただって似たようなもんじゃない。ジャングタヌシの匂いがしてるわよ。褒められてるの？なされてるの？けなされてんだろ明らかに。とにかく彼女が一度も模擬刀を手にしていないということは、つまり模擬刀を使ったのは犯人の方だったのだな。待てよ。だとするとその模擬刀の鞘に包丁で傷をつけたのって。これだ。マイゾノさん、彼女が包丁を。だけどさ、確か最初に襲いかかったのって、初めに包丁を持った人物が襲いかかり、そのとっさの防御として模擬刀が使われたんだったな。じゃあ最初に襲いかかったのも。アイソロさん、これで分かったでしょ。彼女は単なる被害者じゃなかったの。被害者どころか、まるで自らが殺人を行おうとしていたようだな。あいつは厨房から包丁を持ち出し、そして自分が泊まる部屋に犯人を招き入れている。さらに先に包丁で攻撃を仕掛けたのもあいつなのだとすると。確かに、むしろ加害者のような行動だ。そういえば苗木君に部屋の交換を申し出たのは前園さんの方からでしたわね。もしかすると彼女が苗木君に部屋の交換を申し出たのは、苗木君に自分の罪をなすりつけるためだったのかもしれませんわね。前園さんが僕に。ですがそう考えればネームプレートの件もしっくりきますわ。彼女は標的にした人物を自分が泊まる苗木君の部屋に呼び寄せたかった。その部屋で殺人を犯すことによって疑惑を苗木君に向けようとしたのです。ですがそのためには部屋の交換を伏せたまま標的を呼び出さなければならなかった。標的に部屋の交換がバレてしまえば間違いなく怪しまれてしまいますからね。そのためにネームプレートを交換したっての。ですがその計画は危険すぎやしませんかね。たとえ標的を殺すことに成功しても、その後苗木誠殿が部屋の交換をバラしてしまったら。それはどうかな。お人よしの苗木に前園を切り捨てるような真似ができたとは思えんが、前園もそう思っていたからこそ部屋の交換相手に苗木を選んだんじゃないのか。それに彼女は超高校級のアイドルよ。冴えない苗木と国民的アイドルの前園の主張、普通ならどちらの主張を信じるかしら。では彼女はそのことも計算に入れて。ですがそんな彼女の計画も失敗に終わった。包丁で襲いかかった際、彼女は模擬刀の反撃を受けてしまい、そこで右手首を骨折し包丁を落としてしまったのでしょう。そして標的であったはずの人物によって逆に殺されてしまった。ちょっと待ってよ、そんなはずないよ。だってだってさ。ねえねえ、なんだか議論が脱線してない？そんなセピア色のお話なんかよりもさ、ほら早く黒を決めちゃわないと。時間切れで全員お仕置きなんてことになったら大変でしょ。そうだべ、まずは犯人を決めねえと。ナイフ、今は謎の解明に集中して前園さんを殺した犯人を突き止めなければ、全てが終わってしまうのよ。犯人を決めろっつってもよ、もう新しい手がかりがないんだぜ。それは違う。手がかりならまだ残ってるかもしれない。前園さんが残したダイイングメッセージだよ。ダニ
なんつった？ダイイングメッセージ。前園さんの背中の壁にあったでしょ。11037って書かれた血文字、あそこに犯人の手がかりがあるはずよ。その前に聞いておきたいのですが、そもそもその血文字は本当に前園さんが書いたものなのですか？これだ！前園さんの左手の人差し指が血で汚れてた理由、きっとその指で血文字を書いたからだよ。彼女はその前の争いで右手を骨折していたはずだ。それで左手で書いたのだな。前園ちゃんが書いたのはいいとしてもさ、その11037ってどんな意味なの？数字のことならその女が詳しいんじゃねえのか？プログラマーなんだろ？それが全然なんだよね。どうやってもこの数字列に意味を見出せなくて。当たり前よ、だって数字じゃないもの。いやなんだか。あ、どうした？いえ、数字じゃないと思って見てみますと、この最初の文字って11ではなくてアルファベットに見えませんかね？本当だ、中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど、これって N とも読めるね。おお、珍しくまともなこと言ったな。灰色の脳細胞が冴えておりますぞ。だが最初の文字が N だとしてもだ、 N037 ではまだ意味が通らんぞ。時計回りにひっくり返すのよ。そうだ、ここに書いてるのは犯人の名前だったんだよ。え、手がかりをすっ飛ばして犯人の名前？誰よ、誰の名前が書いてあるの？これが僕の答えだ。謎を解く鍵は時計回りの回転にあったんだ。このダイイングメッセージを時計回りに180度回転させてみると、アルファベットの LEON って文字が見えてくるんだよ。桑田君の名前だよね。な、何言ってんだよ。たまたまだって。たまたまそう見えただけだって。偶然の産物だっつーの。いいえ、偶然なんかじゃないよ。彼女は壁にもたれかかった体勢で背後の壁にメッセージを書いた。おそらく手だけを背中の後ろに回した後ろ手の状態でメッセージを書いたんでしょうね。そんな体勢で書いてしまったせいで正面から見ると180度ひっくり返った形になってしまったのよ。実際に自分で試してみるといいわ。その状態で書くと字が反転してしまうはずだった。なもん、ただのこじつけじゃねえか。俺が犯人だ。適当なこと言うんじゃねえって。あなたが犯人じゃないなら、どうしてあなたが証拠を処分しようとしたのは？内地君、あなただって知っているはずよ。桑田君が処分しようとした証拠のこと。焼却炉の前に落ちてたワイシャツの燃えかすのことだよね。おそらく犯人は前園さんを刺し殺した際に返り血を浴びたんでしょう。その返り血を浴びたワイシャツを処分するためにそれを焼却炉に放り込んだのよ。その際に燃えかすを残してしまったのですね。きっと犯人も気づいていなかったはずよ。気づいていたらもっと慌てているはずだもの。そうよね、ふわちゃん。なんだそのワイシャツだけで桑田レオンを犯人だと断定できるのか？
袖口が白いワイシャツを着てる人は岩田くん以外にもたくさんいるもんね。そうだ、ワイシャツを着てるやつなんて俺以外にもいるんだ。そんな燃えかすだけじゃ誰の文化なんてわかるはずねえだろ。いや、証拠品自体から割り出せなくても他の点から割り出すことができるかもしれない。どうやら見えてきたみたいね、全ての謎の答えが。なんとなくだけど。これだ。そのワイシャツを処分した方法、そこに注目すれば犯人を割り出せるはずだよ。そうか、なるほど。俺には分かったぞ。トラッシュルームの鉄格子を開けなきゃ焼却炉には近づけねえし、あの焼却炉のスイッチも押せねえはずだよな。そんでそのトラッシュルームの鍵は掃除当番が持ってんだったよな。つまり犯人は掃除当番ってことになるよな。トラッシュルームの鍵は掃除当番が持ってんだったよな。つまり焼却炉に近づけたのは掃除当番だけ。焼却炉に近づかなきゃ。それは違う。ちょっと待って、掃除当番じゃなくても証拠を処分する方法はあったはずだよ。だが鉄格子を開けなければ焼却炉の火をつけることはできんのだぞ。いや、それが可能だったんだよ、これを使えばね。うん、割れちまってるけどガラス玉みてえだ。いや、水晶玉のはずだったんだけども。これを使うってどうやって使うの。これだ。犯人は鉄格子の隙間からこのガラス玉を投げたんだ。焼却炉のスイッチめがけてね。そうやって焼却炉のスイッチを押すことで焼却炉に火をつけたんだ。鉄格子の隙間から投げた。山田君は前に言ってたよね。鍵を持っていた山田君の知らないうちに焼却炉の火についてたのは、犯人は鉄格子を開けずに焼却炉のスイッチを押したからだったんだ。そうやって焼却炉の火をつけたところでそこに丸めたワイシャツを投げ込んだんだよ。おい、何言ってんだよ。犯人が鉄格子の中に入っていないことは証拠隠滅後の状況を物語っているわ。割れたガラス玉、つけっぱなしの焼却炉の火、燃えかすが残ってしまったという雑な処分方法。掃除当番が犯人ならもっと丁寧に証拠を隠滅しているはずよ。いや、ちょっと待てって。でもさ、鉄格子から焼却炉までって10メートル以上は離れてたよね。そんな距離からガラス玉を投げてピンポイントでスイッチに当てるなんて、そんなこと本当にできるのかな。そうだ、そんなの不可能に決まってんじゃん。難しいかもしれないけど不可能じゃないはずだよ。これだ。だって犯人は超高校級の野球選手だったから。そうだよね、岩田君。バカ言ってんじゃんねって。確かに超高校級の野球選手と称される彼なら10メートル先の的など大したことないでしょうね。ふざけんな。俺は犯人なんかじゃねえっつーの。つーか今の推理だって全然間違ってんだよ、このクソボケうんこため。まだ認めないの。だったら内部君、もう一度事件を振り返って
彼の犯行のすべてを明らかにするのだ。それで終わりにさせましょう。だったら何が終わりだってんだよ。クワタ君、君が何て言おうと、すべての謎はもう解けてるんだ。今回の事件の答えはこれだ。